皆さんこんにちは、とりすけです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。灯籠流しの会場、さっき彼女が持っていた箱、あれは僕が彼女にあげたものだった。僕は彼女はとっくに前を向けているものだと、そう勝手に思って勝手にそう思っていた。あ、ねえごめん、ちょっとお願いがあるの。お母さん、マッチの指を家に置いてきちゃったみたいなの。わかった、取ってくるよ。5歳にはなかなか難しいんじゃないか。マッチはどこかな、これかな。良いのマッチはこの中かな。なんだこれ、暗号だけど、なんか67、なんだこれ、わかんない。なんだ、LIGHT ライト、明かりかな。 LIGHT どうだ。お、開いた。マッチゲット、よし。お母さんに、あ、持ってきてくれたの、ありがとう。でもお母さん今手が離せないから、おじいちゃんのお手伝いしてあげて。おじいちゃん、お、手伝ってくれるのかい。ほれ、ここにな、去年のメモが残ってるから、これと同じように灯籠を用意してくれ。あー、明らかに暗号。メモを入手、はいはいはい、まあなんかわからんけど、灯籠だ、火がついてないな。灯籠だ、火がついてないな。今日見事に去年のメモの通りに灯籠用意してくれよ。色に気をつけて気持ちを込めてな。うん、色がわからん、去年準備した灯籠の色が記されているらしい。3種類、赤、青、黄色か。うん、わからない。うん、お母さんもなんか教えてくれない。赤、青、黄色。うん、火をつけないと。これも火つけちゃおうか。おお、なんか青が波、黄色がこの星、赤が、桜で、これ赤色だから桜だから、桜は×の丸、 OK。 ここ3色一緒になるから、じゃあね、あ、じゃあここ青か。これでよっしゃ、じいちゃんできたよ。おお、そんな感じだったな。ちゃんと灯籠に気持ちは込めたかい。灯籠ってのはちゃんと向こう側まで届くもんだからね。向こう側、大切な人たちもわしらもいつかはみんなが帰る場所だよ。なかなか難しかった。なんとなくわかった。僕が消えるのはきっと今日だ。この灯籠の送り火で僕もどこかへ帰るのだろう。その前に彼女のために僕にできることが何か残ってはいないだろうか。彼女と話がしたい。だけど僕だと信じてもらえるだろうか。なので、もう今日消えちゃうから、ちょっと消える前には思いを伝えたいね。自分だと分かってもらって、彼女に前を向いてもらってから消えたい、そういう願いがあるのかな。ほれ、手伝いはもう十分だから、このまま公園ででも遊んできな。あ、うん。公園か。そういえば、この公園で彼女と四つ葉のクローバーを見つけたことがある。僕も彼女も四つ葉を気に入って、暗号みたいなものを作って遊んだりもしていた。
僕だと信じてもらえるかもしれない。よし、探してみるか。ネジで固定されて動かないな。じゃあまずネジを解かないと。上は、あーなるほどね、四つ葉四つ葉。え、これ見つけれる？こっから見つけれないでしょ、さすがに。こっから見つけろだったらちょっと苦手ですよ、僕。で、タップしまくるけど見つからなそう。ダメだ、見つからない。あれ？何してるの？四つ葉を探してるんだ。だけど見つからなくて。幸せになりたいの？じゃあ、はい。これ貸してあげるね。魔法の石器を入手した。かわいい。ふふ。四つ葉見つかった？なんか書いてる。うさぎ、パンダ、ライオン、パンダ、うさぎ、ハート。借りたおもちゃだ。魔法ステッキだろうか。これをその色順に押せってこと？うさぎ、パンダ、あれ、何も書かない。ちょっともう一回押させて。どれ？うさぎ、パンダ、ライオン、パンダ、うさぎ。うわ、光った。よし、四つ葉見つかった。これを使って探せるのかな。四つ葉四つ葉見つからんな。一回ちょっとライトを、工具箱の中なんか、あ、なるほど、暗くてよく見えないな。お、これでよく見える。スコップを入手した。よし、このスコップを持って、おお、虫眼鏡を入手した。まさか虫眼鏡が手に入ると。でも汚れてる、汚れてるから、これは水で洗えってことだね。よし、きれいに洗えた。あ、これで四つ葉を見つけれるのかな。よし、四つ葉四つ葉見つからないね。うん、こっちかな。虫眼鏡で四つ葉四つ葉あるかな。四つ葉四つ葉、三つ葉ばっかり。お、これじゃない？違う？違うか。あった、四つ葉あった。あった、四つ葉のクローバーを入手した。ありがとう。うわぁ、四つ葉だ。ハルタ、すごいすごい。これ、夏穂にあげる？いいの？知ってる？嬉しいことがあっても、悲しいことは消えないかもしれないけど、悲しいことがあってもね、嬉しいことは消えないんだって。そっか。じゃあ、この四つ葉があれば、私もハルタもずっと幸せだね。なんとか見つけられたし、彼女の四つ葉を渡しに行こう。彼女の居場所には心当たりがある。この公園の奥は昔、休憩所だった。よく一緒に過ごした場所だ。彼女はそこにいるかもしれない。これ、魔法の杖貸してくれてありがとう。うん。あれ？その虫眼鏡、おじいちゃんのだよ。そうなの？じゃあ返しておくよ。この奥が休憩所だ。今封鎖されているみたいだ。なんとかここを通れないだろうか。うん。鍵、まだちょっとこれを解く材料はない。とりあえずおじいちゃんに虫眼鏡を渡しに行くか。虫眼鏡をおじいちゃんに。じいちゃん、これ。うん？おう、探しよったらだ。ありがとな。どれ、お礼に小遣いをやろう。やった。500円。小銭選びなさい。小銭を選び直すんなら持っていったやつを返すんじゃよ。え、なんてケチなやつなんだ。これ好きなやつを選ぶといい。ただし1枚だけだよ。500か100円か10円か、まあ、一応500円持っとくか。お小遣いどこに使うんだ。あ、女の子いなくなっちゃった。木の枝を入手した。
ネジで固定されていて動かないな。これ500円玉でネジを押すけど微妙に入らない。ちょっと欲張っちゃったか。じゃあ100円ぐらいがちょうどいいかな。100円、ネジを、100円も入んなかったか。答えは10円玉だったか。やっぱ欲張っちゃダメだね。10円玉をゲットして、よし、これでボールが大きそうだ。どうだっけ。ここか。なるほどね、オッケー。お、これでいいじゃん。開け、開け。なるほどね、星が低いのか。どうでしょう。お、開いた。何かの部品を入手した。そしてクローバーのマークだ。4つマークで汚れてしまっていてあまり読めないな。とりあえずここにこれをはめて、ぴったり余った。これでボタンを押すことができそうだ。じゃああとはボタンを押すための暗号を手に入れれば。向こうに何かあるけど手が届かないな。じゃあ棒で、この先には入らないでね。プレートのかけらを入手した。36回月日時分。36回月日時分。何回？36回月日時分。36回8月29日36829-1745。よし、36829-1745。開かない。36回8月29日17時45分でしょ。36回8月29日17時45分。え？ゼロ。36回、あ、0829か。1745。お、開いた。よし、この先の休憩所まで行ってみよう。あれ？どうして君がこんなところに？これ、渡そうと思って。四つ葉のクローバー？嬉しいことがあっても、悲しいことは消えないかもしれないけど、悲しいことがあっても、嬉しいことは消えないよ。僕には、春田の記憶がある。あ、そんなストレートを伝えるんだ。春田の記憶。うん。だけど、多分もうすぐ消える。だからその前に少し夏穂と話したくなった。嘘じゃない。簡単に信じられないのはわかるけど。そうだ、その箱を貸してよ。僕だったら開けられるだろう。思い出の箱を入手した。僕がいた最後の彼女の誕生日に渡したものだ。正解はこの四つ葉のマークは、正解はん？ここが関係あんのかな。四つ葉マークで汚れてしまっていてあまり読めないな。なんか書いてるっぽいんだけどな。結局見えないな。汚れを拭く何かがやっぱ必要なんだよ。空き瓶を入手した。なるほど、この空き瓶に水を貯めるのか。この空き瓶に水を貯めて、で、これを汚れにかける。よいしょ、これ落ちるか。少し待ちない。こすれる道具が欲しいな。こすれる道具か。ちょっと思いつかんな。木の棒で、あと少しで届きそうなの。取ってあげようか。あ、ありがとう。木の枝を入手した。
鍵がかかっている。木の枝が2個になったけど、擦れる道具か。届かない。ここはまだ届かないのか。何か擦れる道具。もうスリッパとかで擦りたいけどな。ノートとかで擦ってくれればいいのに。なんかないかな。鍵がかかってる。なんか、お、針金を入手した。針金で開けるしかない。針金で、木の枝と針金合体できないかな。お、だいぶ長くなった。これでいけるぞ。これを取れるはず。届かない。いや、道具を使えば鍵を入手。 OK。 ここはもう取りたいけどね。うまく取れない。これはまだか。とりあえず鍵を入手した。で、この箱の中のものを、え、何これ、これは関係あるのかな。え、そんな鍵刺します。開かないな。考え方は近い気はするけどな。問題はどこがどこなのかみたいな感じ。それで瓶に水入れとくか。まだ水が入ればきっと使うはず。よし、水入れて、あの鍵のあそこに入れたら浮かせれないかな。お、浮いた。よし、パート入手。キーホルダーにこれをうまいこと使ってくれ。何かのパーツ。キーホルダーのパーツなんじゃないの。ここにくっつけ。つかないな。もう必要なものは全部揃ってる気するけどな。お、ぴったり待った。痛いだ。左、で、ここに頭なんでしょ。上の列と左の3つ。1、2、3、4、5本。2、3、4、5本。よし、謎を解け。ただどの順番にやるかだよ。ここでしょ。だから右、左、左、左、右。開いた。よっしゃ。手持ちブラシを入手。そうか、ブラシを探してたんだ。で、これでブラシでこすれば、お、一番世界で春田の夏はね、夏穂は。よし、これで右上、左、右下、左上。右、やばい、覚えねえ。右上、左下、タッタッタッタ、オッケー。タッタッタッタ、大切、大切か。じゃあ彼女の前だけを。た、
つ。よし、開いた。彼女に見せよう。これで僕らと信じてもらえるかもしれない。はい。本当なの？信じてくれる？わかった。私は信じるよ。よし、信じてもらえた。